シッダールタ・ゴータマがブッダになるゼニアに何が起こったのか。マインドポッドキャストへようこそ。紀元前623年、古代インドのルンビニ園、現在はネパールのヒマラヤ山脈のふもとに位置するにおいて、第四の月の満月の日に、釈迦族ゴータマ家のスッドーダナ王の覇気であるマーヤー王妃が王子を出産しました。王子の誕生の知らせが広まると、人々の間に予告日が広がりました。王は複数の聖者を招き、王子の容貌を調査させました。聖者たちは皆、王子が今まで誰にも見られたことのない32の吉兆を備えていると断言しました。もし彼が王となれば、賢明かつ徳の高い帝王となり、もし出家の道を選べば、偉大な聖者、比類なき存在となると予言しました。このようにして王は王子をシッダールタと名付けました。これは願いが叶うものという意味です。さらに王はシッダールタが自身の後を継ぐことを宣言し、シッダールタ皇太子として知られるようになりました。皇太子は変面強く、そして美しく成長し、その発達は目覚ましいものでした。彼は健康に恵まれていただけでなく、へはずれた知性も備えており、文学や武術においても卓越した才能を発揮しました。皇太子の能力は他者を圧倒するものでしたが、彼は決して傲慢になることなく、常に穏やかな態度を保ち、すべての生き物に対して慈悲と平等の心を示していました。ある日、手の祭りの際、皇太子は師王に同行して果てに置きました。春の暖かい陽光の中、花間が咲き誇り、鳥たちが歌う平和と繁栄の情景の中、皆が祭りを楽しんでいました。その時、皇太子は一人静かに座り、瞑想をしていました。彼は考えました。この世の外見の美しさは本当の現実ではない。牛たちは労力をかけて時を引き、農夫たちは汗と泥にまみれながら、日差しの下で働いて、やっとの思いで衣食を得ているのだ。そう考えながら皇太子は深い瞑想の状態に入りました。時が流れ、皇太子は16歳となりました。彼はすべての学問と修行を終えました。筆王は息子に王位を継がせたいと思い、皇太子に美しく徳の高いヤショーダラー姫との結婚を世配しました。優雅な生活と、恩まで愛情深い妻との生活は完璧に思え、誰もが皇太子がこのような快適な生活を続け、やがて王位を継ぎ、国を望めるものと思っていました。その後、姫はラーフラという名の息子を出産し、スッドーダナ王にさらに大きな喜びをもたらしました。しかし、周囲の幸せに包まれているにもかかわらず、皇太子は心の奥底に深い不安を感じていました。彼は宮殿の外の世界がどのようなものかを知りたいと強く思うようになりました。ある日、皇太子王に許しを求め、城の門の外へと出かけて世界を見に行きました。東門では、白髪で腰の曲がった歯の抜けた老人が足を引きずりながらやっとの思いで歩いし、ている姿を見ました。南門では、草むらに横たわり、苦しみのあまりもがいているお子を見かけ、尋ねると、そのお子が病気で苦しんでいることを知りました。西門では、三つ葉に横たわる死人に出会いました。これら三つの悲惨な光景を目の当たりにした皇太子は、人生における苦しみの本質を理解し、すべての生き物を苦しみ、や死から救いたいと考えましたが、当時は、マセッダ、その方法を知りませんでした。数日後、皇太子は再び外出の許可を願い出ました。今度は北門で、木の下で瞑想をしている一人の修行者を見かけました。通行時に全く動じることなく、静かに座っているその姿に、皇太子は深い感銘を受け、心の中で苦しみ、目山、死を超越するを見つける決意を固めました。彼は宮殿に戻り、王に出家して修行を行いたいという願いを伝えましたが、王はその願いを拒否しました。そこで皇太子は王に対して、次の4つの問いを投げかけました。王がこれらの問いに答えることができれば、皇太子は出家の意思を捨てると述べました。1. どうすれば人々は永遠に若く老いることがないのか。2. どうすれば人々は永遠に健康で病気になることがないのか。3.
どうすれば人々は永遠に生き続け死ぬことがないのか。4. どうすれば人々は永遠に苦しみから解放されるのか。王は皇太子の問いに耳を傾けましたが、いずれの問いにも答えることができませんでした。彼は、老い、病、苦しみ、死は人生の自然な一部であり、それらを解決する方法はなく、それを受け入れるしかないと認めました。4つの門で目撃した4つの光景を通して、皇太子は解決策は、人生が苦しみであることを理解することにあると悟りました。すべては無常であり、自分自身の殻さえもいずれは塵へとなって消える運命です。皇太子は、自身とすべての生き物を救うために真理を探求する決心を固めました。宮殿の贅沢、富、美しい妻、愛する息子。それらすべては偉大な快達と、生きとし生けるものを苦しみから解放する目標には、到底及ばないと感じました。ある夜、シッダールタ皇太子は、眠る妻と息子の姿を見つめ、馬の世話をしていた者と共に、夜の闇に紛れて静かに宮殿を出ました。当時皇太子は29歳で、全てを捨て、悟りの道を追い求める旅に出ました。彼が前に進む道には何の保証もありませんでした。アノーマ川を渡った後、皇太子は剣を使ってジクラの髪を切り落とし、馬の世話役に来ていた衣服や冠、剣を託して王に返すよう伝えました。皇太子は質素な黄色と大色の布をまとい、自ら進んで僧侶のような生活を送り、あらゆる物質的な困難を受け入れました。贅沢な王子の生活から一転し、彼は放浪者となり、家もなく、炎天下や寒さに耐えながら過ごしました。太陽と雨を避けるためにいかみや洞窟を家とし、嵐にも耐え、食を得るために突発を行い、自らを失いました。彼は最初にアーララ・カラーマ先人のもとで学びましたが、得られた教えに満足することはありませんでした。次に、ウッタ・カラーマ・プッタ先人のもとで修行を続けましたが、そこでの達成もまた、彼が求める究極の真理とは異なり、最高の涅槃へと導くものではありませんでした。そこで皇太子は再び集合の場を移し、マガダ国のラージャガ橋の郊外に吹き、独自の修行を続けました。当時、コーンドニアという聖者がおり、彼はシッダールタ皇太子が生まれた際に、王の招きで皇太子の未来を予言した人物でした。皇太子が悟りの道を求めて出家したことを耳にしたコンドンニャは、他の4人の修行者と共に皇太子を訪ねました。当時、多くの人々は極端な苦行のみが快達への道だと信じていました。コンドンニャは皇太子を説得し、この苦行の道を共に歩むよう促しました。頑強で健康な体を持っていた皇太子も次第に痩せこそり、骨と皮だけになりました。彼は野草だけを食べることや瞑想中に断食し、さらには呼吸を止めることさえも実践しました。長期間にわたる激しい苦行の結果、死が近づくほど衰弱しましたが、真理や悟りの兆しは見られませんでした。心は弱まり、精神も疲弊しきっていました。皇太子は極端な苦行を放棄することを固く決意しました。真理を考察し理解するには健康な体と明瞭な心が必要だと悟ったのです。彼は再び簡素な植物を食べることにしましたが、欲望に溺れる生活には戻りませんでした。代わりに彼は中道の道を示しました。中道を実践することで知恵が定まれ、それによって心の自由がもたらされ悟りに至ることを理解したのです。これを見た5人の修行者たちは、シッダールタ・ゴータマを忍耐力が欠如していると非難し、彼の元を去っていきました。皇太子は考えました。私はどこを探しても、私が求める目標に到達する方法を教えてくれる者は誰一人いなかった。なぜなら誰もが無知から抜け出せていないからだ。そして彼は、ボテージの下へ行き、草を座布団代わりにして瞑想の図案を定め、次のように誓いました。もし私が真理を得られないのであれば、たとえこの身がコナンザーに砕け散ろうとも、この場を離れはしない。皇太子は、欲望、怒り、無知、慢心、迂回といった内的な葛藤に直面しました。また、外的な妨害もありました。
誘惑の魔王マーラがあらゆる巧妙な手段を使って皇太子の瞑想を妨げようとしたのです。最終的に皇太子はこれら内的外的な全ての試練に打ち勝ち、心を平穏な集中状態へと導きました。49日間の瞑想の夜、彼は前世の知識を得ました。彼は自分の過去の7を全て見通すことができ、1つ、2つ、3つの魔、さらに100、1000の名を籠おり、どこで生まれ、どのように生き、そして死後にどこへ再生したのかを全て知りました。彼は全てを理解しました。彼は瞑想を続け、深夜までには天眼図を得て、宇宙全体の構造とその生成、存在、崩壊、再生の本質を洞察する力を得ました。世界がどのように生まれ、維持され、崩壊し、消えていくのか、その全過程を把握したのです。さらに瞑想を続け、午前2時ごろ、彼は老人痛を得て、すべての万能が消滅したことを悟りました。彼は苦しみの原因、その起源、苦しみの消滅、そして苦しみを完全に消し去る道を理解しました。彼は解脱を果たし、もはや再生を繰り返すことはなくなりました。彼の修行は完成し、悟りを開いたのです。ゆっくりと目を開けると、空には明るく輝く瞑想が見えました。その瞬間、彼は完全な悟りを開き、宇宙の真理を完全に理解し、最高の知恵を得ました。彼は最高かつ完全な悟りを成し遂げ、これにより完全に目覚めた者、すなわち、ブッダとして知られるようになり、釈迦牟尼ブッダの称号を得ました。悟りを開いた後、ブッダは宇宙を観察し、無数の世界を見ました。彼はすべての主性が仏性を持っていることに気づきましたが、彼らは暗闇と無知の中に沈み、生死の海で漂い、輪廻のサイクルから抜け出せずに苦しんでいることを知りました。ブッダは、もし自分が法を解けば、一部の人々はその教えに耐え、理解することができると悟りました。したがって、どれほど困難であろうと、修正を教え導くことを決意しました。なぜなら、それはブッダとしての義務であり、宇宙のすべてのブッダが過去にも、現在にも、未来にも行ってきたことであり、修正を苦しみから解放し、解脱へと導くための道だからです。ブッダの法の伝道は、三つの原則に基づいていました。まず第一に、ブッダは世俗の汚れに深く染まっていない、徳の高い知識ある者に教えを伝えたいと考えました。彼は最初に教えを請うたアーララ・カラーマを思い出し、天眼図を用いて彼の状況を見たところ、アーララ・カラーマは7日前にすでにこの世を去っていたことを知りました。次に、ブッダは2番目に学前、ウンダ、ウッダ・カラーマ・プッダを思い起こし、再び仏符眼を用いて彼の状況を見たところ、ウッダカラーマプッダもまた1日前に亡くなったばかりでした。そこで、ブッダは共に厳しい苦行を実践した5人の修行者たちを思い出しました。彼らに会うためにサールナートのカニョ園を訪れました。当初、5人の修行者たちはブッダを疑い、彼の生き方を批判しました。ブッダは、自らの意図が享楽の生活に戻ることではないと3度説明しなければなりませんでした。彼は単に健康な瞑想の宗教を維持できる体を保ちたかっただけであり、これは中道の実践であると説きました。ブッダは次のように述べました。今私は道を成し遂げ、不死、不生、不滅の境地に至りました。もし誰もが私が教えた通りに道を歩むならば、彼らもまたこの真理を悟るでしょう。さらに、もし私があなたたちの居場所を知らなければ、どうやってここであなたたちを見つけることができたでしょうか。また、私はこれまであなたたちにこの言葉を一度も語った子がないので、今こそ理解できるはずです。その時、5人の修行者たちは極端な苦行を捨て、ブッダの教えに従うことを決意しました。ブッダの最初の説法は、エアツタイ。についてでした。すなわち、ノモ、病、死は苦しみをもたらし、苦しみを終わらせるにはその原因を見つける必要があるということです。苦しみの原因は通り、怒り、無知に手座しています。苦しみの収束は発生道によって達成されます。それは、創建、生死顔、生後、生養、生命、生精神、生年、生定です。次第に、5人の修行者たちはすべて聖者の境地に達し、
最初にアラカンの境地に達したのはコンドニャでした。当時のインドでは苦行が悟りへの道であるという信念の他にも、人が死んだら魂とムガラは完全に消滅し何も残らないとする見解が存在しました。また道徳を気にせず世のあらゆる快楽を享受する享楽主義も広まっていました。彼らは快楽こそ唯一の現実であり、欲望を抑える必要はなく、カルマや輪廻は存在せず、善行や悪行の結果も存在しないと信じていました。すべては強者が弱者を支配するという本能に過ぎないと考えられていたのです。このような誤った考えに対しても、ブッダは立ち向かわなければなりませんでした。最初の5人の弟子を得た後、ブッダはウパティッサ、後にサーリプッタと呼ばれるを指導者とする55人のバラモン、バラモン教の僧侶を強化しました。彼らと最初の5人を合わせて60人となり、これによって僧団が成立しました。この時点からブッダは色界と発生道を教えました。ウパティッサの両親と妻はブッダの最初の在家信者となりました。この最初の60人の弟子たちは、3ヶ月以内に全ての戒律を堅持し、アラカンの境地に達しました。ブッダは彼らに様々な場所へ行って法を広めるよう指示し、自身はニャナミへ向かい、ウルベーラ・カッサパスツイル、火を崇拝する宗派を強化しに行きました。ウルベーラ・カッサパと彼の500人の弟子たちは、ブッダに帰依し出家を求めました。カッサパには2人の弟がいました。1人は、ナディ・カッサパで300人の弟子を有していました。もう一人はガヤ・カッサパで200人の弟子を持っていました。長教がブッダに従うのを見て、弟たちも自分の弟子たちを連れてブッダのもとに帰依しました。その後ブッダはこれら1000人の弟子たちに説法を行いました。ブッダは眼、耳、鼻、舌、身体、心という六根が欲望り、無知の炎に包まれ、それによって、なあ、老、病、死、悲しみ、苦しみ、絶望が生じると説きました。そして彼らに、形、を、香り、触覚の無常を観察し、感覚への執着を捨てるように勧めました。彼らは固い決意を持って修行を行い、すべての弟子たちが聖者の境地に達しました。1000人以上の弟子を得た後、ブッダは、マガダ国の王、ビンビサーラに対して、果たすべき約束を果たすために向かいました。彼は悟りを開いた後に裁縫するという約束をしていたのです。王は、ブッダが悟りを開いたことを知ると、大いに喜び、クエル清掃院で、ブッダと相談に教養を行いました。その頃、真理を求めるサーリプッタとモッガラーナという2人の求道者が、ヒクタの死に学びましたが、満足のいく教えを得ることができませんでした。ある日、サーリプッタはラージャガ橋で徒仏を行っている一人の比丘を見かけました。その比丘は、気高い聖者の風格をたどらわせていました。サーリプッタはその比丘に近づき、名前を尋ねました。彼の名は、アッサジと、イー。サーリプッタは彼と会話を交わしました。アッサジから、すべてのものは縁によって生じ、その縁の起源とその消滅の道を如来ブッダは解き明かしていることを知りました。これを聞いたサーリプッダは心がチコイで目覚めるのを感じました。さらに詳しく尋ね、偉大な聖者がチュリン聖者に滞在していることを知りました。サーリプッダはその理解を友であるモッカラーナに伝えました。モッカラーナもまたその教えを聞いて深い悟りを得ました。そして二人は仲間を連れて竹林聖社を訪れ、ブッダに出家を求めました。数日以内に、サーリー、ブッダとモッカラーナの二人は、アラカンの境地に達し、ブッダは彼らを最も優れた弟子として認めました。その、ブッダは、サーバッティの富豪であるアナータピンダと出会いました。ブッダの教えに感動したアナータピンダダは、ブッダと相談に捧げるため、インド北部に寺院を多日するという大願を立てました。同じ頃、カピラバストゥの王であるスッドーダナ王は、ブッダが悟りを開いたことを耳にし、10回にわたり使者を送り、ブッダをカピラバストゥに招こうとしました。しかし、
死者たちはブッダに会い、彼の教えを聞くと、その場で出家を願い出て修行を始め、戻ることはありませんでした。最終的に10人目の死者であったカルーダイは、修行を行いながらも、王の言葉を覚えており、悟りを開いた後、ブッダに地王を訪問するよう願い出ました。故郷であるカピラバストゥに戻る途中、ブッダは道中で出会ったすべての人々に教えを説き、彼らを悟りへと導きました。カピラバストゥに到着すると、彼は7日間滞在し、王族全員に教えを説き、彼らを仏教へと改宗させました。王族の多くがブッダに従い、出家して法を修行することを決意しました。出家した王族には、ナンダ、アーナンダ、アヌルッティ、ダ、そして当時わずか7歳だった自身の息子ラーフラも含まれていました。ブッダの生涯における布教活動は常に順調だったわけではありません。彼は時には困難や反対に直面することもありました。その反対は他の宗派の教師、居座りの教義、迷信、あるいは競争心を害抱いたものからもたらされました。しかし、ブッダはこのような状況をすべて冷静に解決しました。例えば、ある時、バラモン教の僧侶がブッダに対して激しい言葉で侮辱を浴びせましたが、ブッダは沈黙を保ち、一切反応を示しませんでした。長い時間が経ってもブッダから何の反応も得られなかったため、その男は尋ねました。わしが侮辱しているのに、なぜあなたは返事をしないのか。ブッダはこう答えました。もし誰かが贈り物を相手に渡し、相手がそれを受け取らなかった場合、その贈り物は誰のものでしょうか。男は答えました。その贈り物は私のものだ。するとブッダはこう言いました。同じように私があなたの侮辱を受け取らなければ、その侮辱はあなたのものです。この言葉を聞いた男は侮辱を止めました。別の出来事では、ブッダは別の方法で答えました。彼は激しい言葉は風に向かって唾を吐くようなものであり、その唾は最終的に吐いた本人の顔に戻ってくると説明しました。また別の機会では、ある非信者の娘が妊娠を偽装し、ブッダの前で彼を責め立て、この子はあなたの子供だ、責任を取るべきだと訴えました。ブッダは沈黙を守り、鎮痛力を用いて伊勢の腹を落とし、真実を明らかにしました。群衆は笑い、その娘はうずぐめを受け、恥ずかしさのあまり後ろを振り返ることなく立ち去りました。ブッダの教えが広まって20年目、彼はアングリマーラという悪名高い犯罪者と出会いました。アングリマーラは999人の人々から999本の指を切り落とした凶悪犯でした。ブッダは貫通力を用いて、アングリマーラがどれほど走ってもブッダに追いつけないようにしました。アングリマーラはついに、修行僧よ止まれと叫びました。ブッダは、私は遠の昔に止まったが、あなたはまだ止まっていないと答えました。アングリマーラは、私はもう止まった。なぜ私が止まっていないというのか。と尋ねました。ブッダは、如来はすでに止まっており、もはやどの生き物にも害を及ぼすことはない。しかし、あなたはまだ手に気をつけたまま人々を殺し続けている。したがって、私は止まったが、あなたは止まっていないのだ。この言葉を聞いたアングリマーラは、すべての武器を捨て、ブッダのもとにひざまずいて、弟子として受け入れてほしいと願い出ました。ブッダはそれを許し、アングリマーラは熱心に修行を行い、すぐにアラカンの境地に達しました。また、ブッダの従兄弟であるテーバダッタは、相談の主導権を奪おうとしました。野心に駆られたテーバタツタは、ブッダに対して数雑の悪事を働きました。例えば、彼はブッダを傷つけるために山の上から岩を転がし落とし、毒を塗った爪でブッダを傷つけようとしました。しかし、これらすべての試みは失敗し、最終的にテーバタツタは死後、地獄に落ちることとなりました。僧侶の訓練に関して、ブッダは孤独の状況に応じて教えを適用し、硬直した方法に固執することはありませんでした。例えば、長老チューラパンタカは4行のマウシクを暗記することを3ヶ月と好みましたが、始まりや終わりを覚えられず、
常に忘れてしまいました。これを見たブッダは、彼に呼吸を数える瞑想方法を与えました。すると、間もなくしてチューラパンタカの心は静かに安定し、彼は聖者の境地に達しました。一方、ソンチャナンダは欲望の思いにしばしば苦しめられていました。ブッダは、各弟子のことの状況に応じた瞑想の方法を教えました。例えば、ソンシャ・バンギーサには、不安や心配を感じやすい性質を持っていたため、鼻の先端にある白い点を観察するよう指導しました。また、ソンシャ・プンナには、息が長いか短いか、冷たいか暖かいかを観察するよう呼吸感を教えました。短期間で二人ともアラカンの境地に達しました。ブッダは、弟子たちがどこにいても彼らの修行の進捗を細かく観察していました。彼は毎日、チェンツー力を用いて弟子たちの修行の状況を確認し、必要な時には自ら導きを与えました。その平等の精神こそがブッダの教えの特徴でありました。ソーダンは、王族やバラ階級、貴族といった上層階級の者から、最も貧しい庶民まで、あらゆる社会階層の人々で構成されていました。すべての者が精神し、聖者の境地に達することができました。ブッダとその弟子たちは、45年にわたってインド全土を旅し、行く先々で温かく迎え入れられました。王や役人から、庶民、老人から若者、男女を問わず、皆がブッダの智慧の光と慈悲の涼風に癒され、清らかな心を取り戻しました。ブッダがいる場所では、偽りの教義や外部の宗派は、まるでツァロが太陽の光の前で消え去るかのように退散していきました。ブッダの教えは、後世に経典として編纂され、5つの時期に分けられました。1、20日へ。悟りを開いた後、ブッダは華厳経を説き、究極の真実の深淵で素晴らしい性質と悟りへの道を解説しました。2. 第2愛。12年間にわたり阿言経を説き、自らの修行と古武の解脱に焦点を当てました。3. 第3回。だね。法道経の時期は8年間続き、個々の解脱を達成した後は、他者も救わねばならないと説き、弟子たちの理解をさらに深めました。4. 第4、ブッダは般若経を17年間説き、空の概念や全ての現象の真の本質といったより高度な理論へと進みました。5. 第5へ、法華経、法華経と涅槃経の時期は8年間続きました。ブッダは全ての弟子が法を伝える能力を持っていることを明らかにし、ブッダの存在は修正が仏知を理解し、ポケの知見に至るためであることを説きました。また、ブッダは弟子の2050人が、それぞれの能力と縁によってブッダの境地に達することを予言しました。早く悟る者もいれば、後に悟る者もいると。そして、ブッダの教えの道は完全な形で成就されました。入滅に入る3ヶ月前、ブッダは自身の入滅を予告し、肉体の無常を示しました。彼は、死体、ぜ、てりで成り立つこの身であれは、最終的にそれぞれの元素に入っていくものであり、古い車がやがて壊れていくのと同じであると説きました。これが無常の法則なのです。ブッダが45年間にわたり説き続けた真実へ、普遍の教えこそが残り、縄都市の輪廻化、ら解放されるための完全な教えであり、すべての人々が従うべき道であると述べました。最後の教えを説いた異教系において、ブッダは社の尊者アーナンダに次のように教えました。私が涅槃に入った後は、自分自身をひょりここしなさい。水蔵を透明とし、正しい法の道を歩み続けなさい。他のいかなる教えにも依存せず、ただ真実の方にのみ従いなさい。さらにこう続けました。愛情は無常であり、結びつきがあるところには必ず別れが訪れます。特に、このシンガラは事故ではなく、生命は永遠に続くものではないことを心に留めておきなさい。ブッダは、紀元前543年の第24日の深夜、クシナガラのサラ掃除の間にて、ニカンネハンに入られました。ブッダの遺体は、クシナガラの人々、弟子たち、
そしてマッラ国の市民たちによってディコニッツされました。そのブッダの遺骨ブクシャリは8つの部分に分けられ、8つの異なる王国に分配されました。それぞれの王国では、ブクシャリを安置するために、ブッドオーパーが手に移され、人々が礼拝し、供養を行うことで、ブッダの誓いに敬意を表しました。ソンチャサアリプッダは、ブッダの計り知れない偉大な徳と誓いを称え、その卓越した性格を説明しました。ブッダは、ナランダのパーリリアンの森において、1250人の僧侶と共に住んでおられました。その時、ソンチャサーリプッタは次のように借りました。私は一人静かな修行の場で、過去、現在、未来において、誓い、チャンツー力、高徳、または霊的な力の面で、尊き目方に引き縁し得る、ましてやそれを超えることのできる三王者やバラモン僧侶はいないと考えておりました。するとブッダは答えました。サーリプッタよ、過去の惚れたちの心のありようを知っているか。十方、東西南北及び上下の十の方向に存在する現在の惚れたちが、戒律、法、地形、戒脱にとどまる境地において、どのように修行しているかを知っているか。サーリプッタは答えました。尊きブッダよ、私は過去、現在、未来の惚れたちの心のありようを知りません。これらのことは理解することができず、どうして私がそのような考えを抱えたのでしょうか。どのような根拠があってそのような考えが生じたのでしょうか。サモンやバラモンたちは私の言葉を信じるでしょうか。さらにサーリプッタは続けました。たとえ私が過去、現在、未来のポルたちの心のありようを知らないとしても、従来の凍かれるダルマを理解することはできます。トルキミュカタよ。あなたは因果の法則について、最も正確で詳細かつ素晴らしい方法で私に説明してくださいました。私はすべてのホルマが究極の法真理の中に含まれていることを聞き、理解しました。そのため、私は従来が完全に悟りを開かれ、最高の方法であらゆる法を識別することができる方であると強く信じております。トーキボゴッタは、ユネンショ、セイキン、ユンヤシ、自然帝、ゴルク、ナーカクシ、そして、初聖道といった無常の教えを解き明かされました。これらの教えによって、トーデキゴタの地位と鎮痛力がいかにへ外れているかが示されました。どのサモンやバラモンも、トーデキゴカタに匹敵することはなく、ましてや彼を超えることなどできないのです。トルキゴカタは、母体に入ることに関する最高の教えについて説かれました。母体に入る存在には次の4種類があります。1、母体に入るときも、母体にとどまるときも、母体を離れるときも知らないもの。ほとんどの生き物はこのカテゴリーに属しています。2、母体に入るときは知っているが、母体にとどまるときや母体を離れるときは知らないもの。3、母体に入るときと母体にとどまるときは知っているが、母体を離れるときは知らないもの。4、母体に入るときも、母体にとどまるときも、母体を離れるときも知っているもの。このようにして、トールキンの方の洞察力は並ぶものがありません。その鎮痛力、超自然的能力もまた、類バラなものであり、トールキンの方と同等、ましてやそれを超えるものなど存在しないのです。さらにブッダは、他人の心を読み取ることに関する最高の教えについて説かれました。ある存在は、考えを巡らせたり、他者から聞いたり、人間ではない存在からの指示を受けたり、自己観察したり、他人の言葉を聞いたりすることなく、直接、この人の心はこうである、あの人の心はこうであると正確に見抜くことができる。このように観察することは非常に正確であり、従って、この教えは最高のものであり、比類なき洞察力と奇跡的な貫通力を備えています。法的御方に匹敵する者はおらず、ましてや彼を超える者など存在しないのです。ブッダは戒脱に関する最高の教えについても説かれました。尊き御方は様々な因縁に基づいて、ある人は夜以下を得た。別の人は一来派、一来下を得た。また別の人は普賢下を得た。さらに別の人はアラカン下を得たと述べられました。
このようにして、この教えは最高のものであり、比類なき智慧と鎮痛力を持っています。とんでき、モガハに匹敵するものはおらず、ましてや彼を超えるものなど存在しないのです。ブッダは、過去世を想起することに関する最高の教えについても説かれました。修行者が瞑想によって深い前提に入ると、一つのアマ、二つのアワ、三つのアア、十のアア、千のアア、あるいは無数のアアを思い出すことができます。名前、両親、職業、家族、寿命といった詳細まで全てを明瞭に想起できます。したがってこの教えは最高のものです。届きも方に匹敵するものはおらず、ましてや彼を超えるものなど存在しないのです。ブッダは、天眼に関する最高の教えについても説かれました。修行者は前提の力を用いて、修正がカルマによって生まれたり、死んだりする様子を観察できます。ある者は、醜い姿で生まれ、ある者は美しい姿で生まれる。ある者は苦しみの中に生まれ、ある者は幸福の中に生まれる。これらすべての出来事は、彼らが身体、言葉、心で行った善悪の行為に起因し、良い環境または悪い環境に生まれるかが決まります。したがって、この教えは最高のものであり、比類なき智慧と貫通力を備えています。尊き御方に匹敵する者はおらず、ましてや彼を超える者など存在しないのです。さらに、ブッダは、四心足に関する最高の教えについても説かれました。巧妙な手段方便を用い、前提理に入ることで、集中力の力を通じて、無数の超自然的な能力を開発することができます。そのような修行者は、一つのムタラルを無数のミンタイレに分けたり、その無数のムタラルを再び一つに戻したりすることができます。彼らは、壁、岩間を障害なく通り抜け、水の上を陸地のように歩き、地面を水の中を泳ぐかのように通り、抜け、鳥のように空中を移動することができます。このような修行者は、煙や水を雨のように放出し、激しく燃え上がる炎を発することもできます。さらに彼らは、自らの身からを巨大化させて、ブラフマの天界に達し、手を伸ばして月や太陽に触れることができるのです。したがって、過去、現在、未来のあらゆる存在の中で、神や人間を含め、尊き母家に被験し得る者はいません。ましてや彼を超える者など存在しません。過去のポクリ、現在のゴケ、未来のコテク、そして十方の母国のみが従来と同等であると言えます。王、官僚、そして庶民のブッダへの尊敬の哀れは以下の通りです。ブッダが、釈迦族のディルリに訪れたとき、コーサラ国のパセーナディ王は多くの従者を伴ってブッダを訪問しました。王が到着すると、自分の名前を三度告げ、尊敬の念を込めて、ブッダの足元にひざまずき、頭を下げて礼拝し、そして一方の側に座りました。その時、ブッダは王に尋ねました。大王よ、コーサラ国の王として、あなたは何を見たり知ったりしたために、このように私の足元にひれ伏し、尊敬の念を持って礼拝するのですか？パセーナディ王は答えました。私は、トーロキ・マカタ・ブッダから法を学びたく、敬意を表しています。私は従来、完全に悟りを開かれた者こそが、完全で完璧な道を説く者であると信じています。トーロキ・マカタよ、私は王宮で熟座に座っているとき、親と子、夫・妻、兄と弟、親族たちが口論し、互いに悪口を言い合い、傷つけ合い、時には些細なことが原因で互いを転める姿を目の当たりにします。虚らしい、いまいがらであっても、このように振る舞うのであれば、見ず知らずの者同士であれば、どれほど広いことになるでしょうか。その苦しみは、計り知れません。しかし、ここで私は尊き母方の弟子たちが、あらゆる社会階層や様々な地域から集まり、尊き母方の教えに従い、争いも憎しみもなく共に修行しているのを見ています。もしも修行の道を離れる者がいても、その者たちは東方僧を非難することはせず、むしろ自分自身を責めてこう言います。私は悪しき者であり、徳がないものだ。私はこの戒律を生涯守ることができないのだ。これこそが、
私が取る気もこかに敬意を抱く正常な行いです。また、私は他の宗派の左門やバラモンたちが、わずか5ヶ月、10ヶ月の修行を行っただけで、修行を放棄し、欲望にとらわれ、彼ら自身が軽蔑している世俗の快楽に再び巻き込まれていくのを目にしています。それに対し、トルキ五方の弟子たちは、生涯の修行を自らの意思で選び、健康に道を歩み続けています。私はこれまで、トルキ五方の指導のもとにある相談ほど安定した生活を送り、共に修行している集団を見たことがありません。これこそが、私がトルキン家に敬意を抱く正常な行いです。私は他の宗派のサミオーシャやバラモンたちの中に痩せこぞり、見苦しい体を持ち、全身に鱗のようなものが生え、誰も見たくないような姿をした者たちを見かけることがあります。私は彼らが病気のためにこのようになっているのか、それとも何か隠された悪行の結果でこのように痩せこぞり見苦しい姿になっているのかと疑問に思います。そこで彼らに尋ねる。大王よ、これは病気や自然の成り行きによるものです、と答えます。それとは対照的に、私はおとき、ブッダの弟子たちが、一日一食しか取らず、物事に失着せず、恐れることもなく、穏やかな顔つきと落ち着いた表情をしているのを見かけます。彼らのマンカーラは節制、その行いは厳格です。私はこう考えます。もし、欲望を満たすことが喜びをもたらし、肌の色艶を良くするのであれば、何よりもまず私自身がその喜びを経験していたはずだ。しかし実際にはそうではありません。このような正常な行いこそ、私が尊きも方に敬意を抱く理由です。さらに、私は他の宗派の左門やバラモンたちが、自らの知恵や誓い、経典の習得を誇り、他者を論破し、自分の名声を自慢し、容易に他者の見解を否定しているのを見ます。彼らはこう言います。さあ、釈迦族の修行僧ゴータマ・ブッダに、この問題やあの問題について質問しよう。もし彼が答えたらさらに問い詰め、もし答えなければその場を去ろう。彼らは、トードキム方がどこかの村や森を旅していると聞くと、ブッダに会いに行こうとします。しかし実際にブッダに出会うと、彼らは口を開くことも質問することもできません。勇気を出して質問する者もいますが、トルキム方が明確に答えると、大いなる喜びを感じ、頭を下げ、三度ブッダの周りを歩いてから立ち去ります。他の者たちは、トルキム方の教えを聞いた後、非常に喜び、ブッダの足元にひれ伏し、即座に三方法、僧に敬意を求めます。仏教と相談の教えは、多くの人々に感銘を与えます。ブッダの教えを聞いた後、ある者は喜びと熱意を感じ、家を捨てて出家し、僧侶になることを求めます。彼らは熱心に法を学び実践し、この上において最高の聖なる境地、ブラフマチャリアを達成します。そのような尊者たちがアラカンの境地に達した時、彼らはこう言います。トルキ五方に出会う前、私は破滅と絶望の淵にいました。なぜなら、私は真の左門ではなかったのに、自分を左門と名乗っていたからです。私は真の修行者ではなかったのに、修行者のふりをしていました。今、私は真に左門であり、聖なる生活を実践するものとなったのです。これこそが、私が届きも方に敬意を略く、正常な行いです。また、私は自国を統治する国王であり、何をするにも自由であります。私には大いなる権力があり、国家の統治に関しても自由に発言できます。しかし、私が政務を取り仕切る際、黙れ、お前に発言を求めた者はいない。と言っても誰も耳を貸しません。官僚たちは口論し、互いに言い争いを始め、解決に至ることはありません。それに対し、トドキモカタが多くの聴衆を前に法を説かれるとき、私は人々が居眠りをし、いびきをかいているのを見かけることがあります。隣に座っている者がそっといびきをかくのは他者に迷惑をかけるのでやめなさい。トーキモカタはその音を望まれていない。と注意すると、その者はすぐに目を覚まし、姿勢を正し、注意深く耳をかばんけます。私はこう考えます。
トルキミュカタは本当に素晴らしく巧みに大衆を打ち引かれる偉大な指導者だ。なぜなら、トルキミュカタは武器や強制力を用いることなく、すべての人々が彼の教えに耳を傾け従い、平安と幸福を得るからだ。これこそが、私がトルキミュカタに敬意を抱く戦場な行いです。さらに、私にはバッサカーラとカンタカという二人の高位の大臣がいます。彼らは私の補佐を行う首席大臣であり、私は彼らを大切にし、信頼し、必要なものはすべて与えています。しかし、私でさえ、彼らからブッダほどの尊敬を得ることはできません。ある時、私は軍の支部隊、気象兵、戦車兵を伴い、これらの二人の大臣と共に村の家に滞在して、ました。夜彼らが瞑想しているのを見たとき、彼らの頭はトルキミュカタがおられる方向に向けられ、足は私の方に向いていました。この光景を目にして、私はこう考えました。この二人の大臣は、私よりもトルキミュカタを深く尊敬しているのだ。これこそが、私がトルキミュカタに敬意を抱く、正常な行いです。私は自らの生涯を通じて、トルキミュカタを崇敬し、慈愛、知恵、教養することを望みます。なぜなら、私は完全に悟りを開かれた存在であり、完全に真実で、徳覚、比類なき法を説く、トルキミュカタの近くにいる機会を得ているからです。ブッダは次の6つの偉大な特質を備えています。すなわち、大力、大勇、大智、大智、大智、大気、大差です。6年間に及ぶ無数の苦難と挑戦に耐えた後、ブッダは勝利者として現れ、人類の中で他のいかなるものも超える偉業を成し遂げました。彼のように、ジグゼラの頃を制し、欲望を克服した者は誰一人いません。他者を征服することは難しいことですが、自らを征服することはさらに困難です。したがってブッダは、マハビーラ、大力マハビリア、大智マハカルナという称号にふさわしいのです。ブッダは自身のためではなく、すべての習性を支えに行くためにすべてを捨てられました。彼は人間への愛と慈悲のゆえに、すべての存在を苦しみから解放し、幸福へと自知くために真理を発見しました。彼は、ダイクスという称号にふさわしい存在です。ブッダは泥の中から咲く芳香な蓮の葉のように泥に汚されることはありませんでした。ブッダは自らを世の救済者と名乗ることも、人々にそのように呼ばせることもありませんでした。その代わり、すべての人々に自らを解放するよう教えました。なぜなら、すべての人は純粋な本性を持っており、すべての煩悩が消え去れば、残るのは純粋さのみであり、それこそが解放だからです。ブッダは神聖な存在として人々の服従や恐怖を求めるのではなく、人間も神前も最も高い悟りに達する可能性を持っていることを示しました。ブッダは自らの努力を通じてカースト制度に反対しました。なぜならそれは人間の進歩を妨げるものであったからです。ブッダは平等を主張し、奴隷制度を批判し、神マニエの教義として動物を屠殺するような時代遅れの風習を非難しました。彼はすべての生き物を保護し、支援することを説きました。ブッダは人々に対して、たとえそれが祖先から伝えられた信仰であっても、古い風習であっても、書物に記された内容であっても、偉大な教師の言葉であっても、盲目的に信じてはならないと教えました。その代わりに、真実を自ら調査し、熟考し、検証するように進めました。ブッダは、正常で真実の教えを説かれ、その教えは明瞭で理解しやすく、実践すれば結果を得られるものでした。多くの者がこの道を歩み、究極の真理に到達しました。ブッダは、その生涯を通じて模範的で崇高な生き方を示されました。インド全土をめぐり、苦難や困難に耐えながら、習性を自引き、彼らが苦しみから解放されるよう助けました。ブッダの慈悲は無限であり、その功徳もまた計り知れません。したがって、ブッダの恩恵のほんの一部でも報いるために、私たちは何をすべきでしょうか。私たちは、ブッダの光を追い、彼の偉大な犠牲、
限りない慈悲、そして卓越した誓いに侮うべきです。ブッダの生涯は、仏教徒にとってだけでなく、仏教徒でない人々にとっても、輝かしい手本となるものです。もしブッダを超人とみなすならば、彼は歴史上のすべての超人を超える存在であり、誰もが尊敬し、崇敬し、称賛すべき存在です。弟子たちは、ブッダの最後の言葉を忘れてはなりません。すべての仏教徒は、ブッダの教えが貴重であることを知っています。しかし、私たちがそれを学び、実践しなければ、その教えは無駄になってしまいます。ブッダは私たちに、すべてのものは崩壊に向かうものであり、ただ、真理だけが不変であり、貴重であることを思い起こさせました。したがって、解脱を得るために、精神しなさいと、ブッダは表されました。この教えに従い、私たちはブッダの示された道を歩み、真理を探求し、自己を磨き、他者を助け、慈悲と誓いを持って生きるべきです。それこそが、ブッダの恩恵に報いる真の方法であり、彼の教えを永続させ、伝え続ける道です。私たち一人一人がその光を受け継ぎ、次世代へと伝え、真理と慈悲の道を広めていくことが、ブッダへの最大の敬意の表れです。